がインターナショナルや。てか、ユージ、三白眼って何やねん。三白眼、三白眼や。だから何やねん。もしもし。いや、もしもーし。聞こえてる。もしもーし。何やねん。いや、電波悪いんだよ。悪いわよ。もしもーし。三白眼って何やねん、言うとる。え、だから三白眼って何やねん。もしもし。もしもーし。何ぼまかしとんねん。聞こえてるわ。おいよ、もう。え、さっきの一年坊の名前は。ああ、そいつの名前は遠山金太郎や。遠山金太郎。聞こえてるやんけ。こっちはアメリカ帰りだ。インターナショナルや。何がインターナショナルや。そんな横文字なんか使って、お前東京にかぶれとるんちゃうんか。かぶれてへんわ。かぶれてるわ。かぶれてへんわ。かぶれてるわ。かぶれてへんわ。かぶれてるわ。だからかぶれてないって言ってんじゃん。かぶれすぎや。こっちはアメリカ帰りや。インターナショナルやで。何がインターナショナルや。じゃあそいつ英語でも喋れんのか。あり得る。いや、お前ちゃうわ。あなた、あー、お前じゃなくて、スピードスターオブ何は。いや、だからお前じゃない。あ、もちろん。マネに懸案をしたり。アイアン、ナンバーワンスピードスター。ああ、まあ、でも。やめとこか。せやな。で、そいつの名前は。ああ、そいつの名前は遠山金太郎や。はあ、遠山金太郎。おい、エヴァ。何がインターナショナルや。てか、ユウシ、今年お年玉もらったんかい。俺だね。お前まだそんなんもらってんのか。だってまだ中学生や。いや、でもお前見た目26歳って6ヶ月やんけ。ほら、何やねん、こらって。お前は、で、何がインターナショナルや。そんな仲間の自慢ばっかりして、俺らもちゃんとテニス対決した方がいいんちゃうか。そやな。ほな、行くね。おう、シュッポン。白石さんか。ちょい割ですね。ちょい割
悪に憧れとるか。いや、全然憧れてない。いいか、ちょい悪はな、片手ポケットインスタイル。いや、全然憧れてないですって。それより、イブ君が棄権したらしいですよ。なんや、ごっついことになってそうや。不動峰対四天王寺戦なあ、トレ。また面白そうなチビが出てきたじゃないか。ああ、部長、ちょい悪。しかし、荒れるかもしれへんな、この準々決勝。行くぞ。本当に嬉しいですよ。聞いてない。
試合始まります。広志。はい。お前いつから下克上に目覚めた？3歳。早っ。そろそろ第3試合始まるぜ。広志、お前キノコみたいな。出ません。そろそろ第3試合始まるで。おむすびありがとう。のり後巻きにしてくれたんだね。カリカリだったよ。そんな気遣いが嬉しかったよ。ねえ言ってやんだな。おむすびありがとう。美味しかったよ。ドーン。ねえ言ってやんだな。おむすびありがとう。美味しかったよ。ねえ言ってやんだな。おむすびありがとう。ダコを買いにしてくれたんで体に良さそうだよ。あ、ダーン。ねえ言ってやんだな。おむすびありがとう。自分武器を使うわ。こんなことしか言ってやれねえけど、I love you。 ねえ言ってやんだから。おむすびありがとう。テニスボール型にしてくれたんだね。時間かかったでしょ。じゃあこれからは時間をかけて一緒に作っていこう。俺たちのラブストーリー。でっけえのか。全然面白くなかったじゃん。うるさいわ。なんや、契約もなんか寒いことやったらしいよ。何が？電話でテニスしてたらしいよ。やったら行くで。ポンポンパンシュポンパサネットにかかったんだ。やかましいわ。やらせろ。やらせろ。寒いな。お前寒いな。おい大年お前泣くな。むっちゃ寒いわ。シャーメンスか。うそ。まあ落ち着いて。おい、うるさいわ。ほんならお前なんかやってみや。おい、やったろ。ゲン。え？美容室。いらっしゃいませ。今日はどうなされますか？ちょっと前髪が伸びてる。前髪がどのようにはけとるや。面白くなかったで。うるさいわ。じゃあお前なんかやってみや。やったろ。よう見とけよ。ファイブシックスセブンエイト。ズンズンチャンズン。来たじゃん。ズンチャンズズンズンチャンズン。引いたり押したり。ケンヤです。いや何持ってんねユウくん。俺持ってない。こいつ。お前は全然おもんないで。おもろかった。全然おもんないで。おもろかった。どうしたのよ。でもなんか乗ってますよ。どっちっすわ。どっちも。先輩向かってます。